皆さんこんにちは、グリーンタレントハブの井口です。今回は今年の4月10日に起業してちょうど4ヶ月が経ちますので、これまでの振り返りをお話ししたいと思います。事業のテーマ、チーム、そしてキャッシュ管理の観点で経験談を具体的にお話ししていきたいと思います。これから起業を考える方にとって何かしら役に立てば幸いです。まず事業テーマですね。何を成し遂げるために起業するのか、企業テーマ、事業テーマを設定することはとても大切だと思います。なぜならそれが起業という長く険しい道のりを進んでいく上で行動の指針になるからです。グリーンタレントハブの事業テーマは脱炭素×人材です。人材紹介会社ではなく、脱炭素領域の人材にまつわる課題を解決する会社と定義したことです。人材紹介事業、すなわち正社員の紹介事業はグリーンタレントハブの事業の一つですけれども、それだけでなく業務委託のプロ人材の紹介事業、顧問紹介ですね。そして脱炭素領域の人材の育成研修事業、すなわちグリーンリスキリング事業を展開しています。自分は何の課題を解決したいのかというのを自問自答するということが大事なのではないかなと思います。ではその企業テーマ、事業テーマはどこから出てきたのかということですけれども、僕の場合は自分自身の経験を棚卸ししたことでこのテーマが生まれました。かつては自分のキャリアに一貫性がないなぁと思ったりもしていましたが、後から振り返ってみると人材紹介の経験があり、かつ脱炭素領域の事業経験がある人ってかなりレアなんじゃないかなと思いまして、自分にしか解決できない世の中の課題があるかもしれないと思うに至り起業することにしました。まさにスティーブ・ジョブズが彼のスピーチで言及したコネクティング・ダッツの通り、一見バラバラな経験のように見えても自分の経験を後から振り返ると一本の線でつながるという感覚を持っています。僕の場合は2つの点でこのやり方でテーマを決めてよかったなと思っています。まず一つはこれまでの自分の経験が活かせると、自分自身が経験した分野なので事業テーマに対して知見があり、キャッシュを作るということが比較的やりやすいというふうに言えます。そして二つ目は創業ストーリーが明確になり、その結果共感を得やすいと。起業すると様々な人からどうして起業したのというふうに聞かれます。その際に自分の経験から生まれたことを伝えると、クライアントだったりチームメンバーだったり、そういった仲間からのですね、共感が得やすく、人のつながりが作りやすくなるというふうに実感しています。続いてチームです。創業チームを作ることについて正解はないと思います。グリーンタレントハブは創業者が私で、シニアアドバイザーの伊妻さんと一緒に事業を進めています。伊妻さんには会社設立前から相談させていただいており、ある意味共同創業だと言っても過言ではありません。結論として伊妻さんにお願いして当社に参画していただいたことは自分にとって最もいい意思決定の一つでした。じゃあどうやってそういった創業パートナーを見つけられるかという点ですが、基本的には過去のつながりがベースになると思います。伊妻さんとは僕がエナーバンクの村中さんと共同で立ち上げたエネルギーテック勉強会というコミュニティで接点を持ち、それまでの経緯で一定の信頼関係を作れていたことがご参画いただく理由の一つになったのかなと思っています。さらに深掘りすると、エネルギーテック勉強会の活動をやっていなかったら出会うこともなかったかもしれないというふうに考えると、やっぱり失敗を恐れずに主体的にアクションを取り続けるということがその先の展開につながるんだなというふうに実感しています。キャッシュ管理ですね。いわゆるスタートアップはエンジェル投資家や VC などといった外部から出資を受ける代わりに自社の株式を渡して、将来的に IPO や M&A といった形で株主にとってのエグジットを模索する必要があります。グリーンタレントハブは現時点においてはスタートアップではなく、僕自身が 100% 株式を保有する形で成長を目指す、いわゆるオーナー企業タイプです。
これもスタートアップだからいい、オーナー企業だから悪いという話では全くありません。成し遂げたいビジョンの大きさやその実現ハードルの高さからの逆算で自己資金で賄いきれないほどの多額の資金を調達する必要があればスタートアップを選ぶというシンプルな話だと思っています。外部資本を入れるべきかどうかについては非常に深い話なので様々な見解があるところだとは思いますが、試験としては創業者のリーダーシップやマネジメントスタイルによっても資本政策が変わってくると思います。僕は過去10年間スタートアップにいましたが、基本的にスタートアップは右肩上がりで成長することを課せられます。 IPO する前はもちろん IPO 後も四半期ベースでの成長が求められます。こういったスタートアップの働き方は楽ではないですし、果たして永続的な働き方なのかと一抹の疑問があったことも現時点ではオーナー企業形態を志向するポイントになりました。外部資本を入れないのでキャッシュを確保するための手段は売上を作ること、金融機関から借り入れをすること、この2つなので、これらを起業前から準備し早期に実施する必要があります。この点グリーンタレントハブはエネルギーテク勉強会の延長線上でグリーンリスキング講座を早期に開講してキャッシュを一定程度作ることができたのは良かったです。最後にこういった意思決定をした背景でもある自分の過去の失敗談をお話しします。当時はマリンレジャーを事業領域としてヨットのシェアリングサービスや中古艇の売買のプラットフォームを作りたいと思い、事業計画を書いて共同創業者も集めて数名のですね創業チームを作りました。そして金融機関から数百万円の借り入れをしてベンチャーキャピタルも回りつつプロダクト作りを進めていました。スタートアップとして順風満帆かと思っていたのですが、ユーザーが見つからなかったんですね。船を貸してくれる人や船を売ってくれる人が全然増えなかったんです。その結果キャッシュはバーンしていき、チームも解散し、自分と借り入れ金だけが残りました。この時の何がいけなかったのかと振り返ると、まず目指す市場の規模が小さかったのにスタートアップを志したこと、そしてできることよりもやりたいことを優先していたという2点だったかなと思っています。要するに企業や事業テーマとチーム、そしてキャッシュ管理、これらは三位一体であり、一つでも噛み合わないと会社はうまくいかなくなるという学びを得まして、この学びをグリーンタレントハブに生かしています。いかがでしたでしょうか。これから起業を考えている人にとって何かしら参考になれば幸いです。チャンネル登録やグッドボタン大変励みになりますのでよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。